こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春夏のユニクロのアウターですごくいいものを発見したので皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。まだですね、2月の中旬で寒いんですけども、春物の新作続々とユニクロに入荷してるわけなんですが、正直ですね、通常のユニクロのラインでこれが欲しいというものがですね、最近は見つからなかったんですね。というのもユニクロというのはですね、やっぱり定番のアイテムが多くて、そういったものが強みではあるので、僕のようにですね、何年も何年もユニクロを追っているとですね、どうしてもですね、今年もこのアイテムが出てきたなとか、大体のですね、アイテムのイメージが湧きやすいんですよね。そんな中で今回ちょっと魅力的なものを見つけたんですが、ユニクロの中でもユニフォームブルーというですね、新しいコレクションがですね、スタートしたわけなんですね。これはですね、主にインディゴブルーのですね、色合いの綺麗さというのを前面に打ち出したコレクションになってるんですが、まあ様々なアイテムがありまして、T シャツだとか、カーディガンだとか、スウェットだとか、あとは今回ご紹介するようなアウター系ですね。このあたりのアイテムをですね、ユニクロの得意分野であるインディゴブルーを使って表現しているコレクションなんですが、これがなかなか良かったんですね。その中でも特に今回お勧めしたいのがこちらのアイテムなんですね。もったいぶらずにですね、早速お伝えしたいなと思うんですが、こちらですね、デニムワークジャケットというアイテムなんですね。これがね、個人的にはめちゃくちゃ良くて、大人の男性にもですね、非常に使い勝手がいいかなと思うので、今回はこちらを全力で皆さんにですね、レビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕の YouTube チャンネルの中でもよく解説をしてるんですが、ここ数年はですね、このようなちょっと丈がですね、長めのシャツアウター的なアイテムがですね、割とトレンドになってきてるんですね。そしてその流れの中で昨年ぐらいからですかね、ワークジャケットとか、あとはオーバーオールですね。このあたりのアイテムが非常に増えてきてるんですが、そういったワークテイストのジャケットをデニムで表現したのが、こちらのアイテムなんですね。まあ、色味はですね、いろいろなバリエーションがあるんですが、個人的にはですね、この深みのあるデニムの色合いがすごく上品で、大人の男性にも似合いやすいのかなと思っています。まあ、僕自身ですね、デニム素材というものが大好きなんですね。もちろんジーンズ系も好きなんですが、それよりもですね、割と今回も着てるように、シャツだとかアウターでデニム素材を使ってるものって結構好きで、いろいろ買ってきたんですね。まあ、そんな中で今回このですね、デニムワークジャケットがデニムの色合いの綺麗さを持ちつつもカジュアルになりすぎないような上品な雰囲気を持ったアウターなので、大人の男性にぜひお勧めしたいなというふうに思っています。この後ですね、僕は実際に着用しながらどういった見た目になるのか、サイズ感はどんな感じなのか、あとはこれを使ってどのようなコーディネートが実現できるのか、このあたりをですね、徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか?なかなかですね、仕上がりがいいなというふうに思ってるんですね。僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですね。ですので、普段のサイズとしては S がジャストサイズなんですが、今回はですね、こちら、あえてワンサイズ上げて M サイズを購入しました。ただですね、サイズ感としてはワンサイズ上げてもですね、そこまで極端なビッグシルエットにはならないかなと思っています。それはなぜかというと、ユニクロの定番アイテムというのは、そこまで大きくですね、トレンドに振りすぎていないので、ややゆったりめぐらいのですね、サイズ設定なんですね。ですので、ちょっとトレンド感を出したい場合は、あえてワンサイズ上げるぐらいがちょうどいいかなと思いますし、もしくはですね、2サイズ上げても僕は全く違和感がないなと思ったんですね。まあ、僕は普段 S なんですが、2サイズ上げた L でもですね、結構トレンド感のあるような着こなしが実現できたので、このあたりはですね、人によって1サイズアップか2サイズアップ、実際に試着をしながら検討していただければなと思ってます。まあ、デニムジャケットというと、本来はですね、G ジャンのようなかなりカジュアルなものをですね、連想されるかなと思うんですが、こちらはですね、G ジャンに比べると、丈がまずですね、お尻の半分ぐらいが隠れるぐらいのですね、程よい長さになっているんですね。ですので、ライトなアウターなんですけども、適度な綺麗さが表現できるかなと思っています。あと、色合いはですね、かなり深めのインディゴブルーで、このあたりも品があって、結構大人の男性にもですね、
カジュアルに寄りすぎないので使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。で、肩のラインなんかを見てみるとですね、最初から少し落ちてるのがわかるかなと思うんですね。ですので、いわゆるクラシックな G ジャンとかワークジャケットのような感じをですね、ちょっと残しながらもサイズ感だとか雰囲気はですね、今っぽい形でですね、アップデートされてるのがこのワークジャケットかなと思っています。決して派手さはないんですけど、かなり僕は使い勝手がいいかなと思ってまして、綺麗すぎずカジュアルすぎないですね、春のアウターとしてめちゃくちゃ活用できるかなと思うので、これは今季のユニクロのアウターの中では、個人的には一押しかなというふうに思っています。僕のチャンネルではですね、結構定番的なアイテムだとか、トレンド感もですね、ちょっとだけ加えるものをお伝えすることが多いんですが、まさに僕のチャンネルのコンセプトにすごく合っているので、これは便利だなと思っています。地味に嬉しいのはですね、こういったところ、シャツアウターだと結構ポケットがついてないものも多かったりするんですが、こちらはしっかりとですね、ポケットもついてるので、そういった意味での着心地の良さというのもありますし、あとはデニム特有のちょっと重たさだとか、ストレッチが効いてない感じとかもなくてですね、結構ライトな風合いで、しかもですね、ストレッチもちゃんと効いてるので、着ていて楽なんですよね。そういった点も含めて完成度が高いので、一着あればですね、数年着ていただけるような、かなり便利なアイテムなのかなと思っています。では、このアイテムをどのようにコーディネートすればいいのか、このあたりまでですね、しっかりとお伝えすることで、結構ですね、多くの男性にとって使いやすいアイテムになるかなと思うので、この後ですね、具体的なコーディネートを2つほどお見せしてみたいなと思っています。はい、ということで、まずは一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、先ほどしていたコーディネートを全身で写したのがこちらになるんですが、僕はですね、このデニムのワークジャケットの下には、一番合うのはですね、こういったブルーをベースにしたストライプのシャツなのかなというふうに思っています。で、シャツを内側に入れることで、デニムのワークジャケットよりもシャツの方が少し長くなるので、このですね、丈感の違いというのを楽しんでもらうのが、一番ですね、相性が良かったかなというふうに思っています。そしてシャツもですね、白系も良かったりするんですが、ちょっとカジュアルな雰囲気を漂うストライプシャツを入れてあげることで、一つアクセント要素にもなりますし、これが一番バランスが良かったかなと思っています。今僕が着ているのは、これは1年前のプラス J のですね、シャツなんですけども、襟がですね、スタンドカラーになっていて、なおかつですね、クレリックっぽくなっているんですね。本体はストライプなんだけども、襟元は白という形で、まあ、このシャツが非常に気に入っていて相性がいいなと思ったんですが、シャツの襟型はですね、レギュラーカラーでももちろん問題はないんですけども、このワークジャケットにも襟がついているので、内側にはですね、こういったバンドカラーとか、スタンドカラーのようなスッキリとしたものの方が、割と相性がいいんじゃないのかなというふうに思っています。このようなストライプシャツ、いくつかですね、事例として、概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、そういったものと合わせてもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。そしてボトムスなんですが、もう鉄板はですね、ブラック系のパンツじゃないかなと思っています。僕はもう好きでですね、ちょっとゆったりめのものを履いてるんですね。これはユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパード1年ぐらい前のものなんですが、少しゆったりめのシルエットのもので合わせてもらってもいいですし、ユニクロの大定番であるスマートアンクルパンツのブラックですね。こういったもので、デニムが持つカジュアルさをブラックのボトムスで引き締めてあげるのが僕は鉄板だと思うんですね。もしくはホワイトのパンツなんかもですね、今シーズンすごくトレンドになっていて、いろんなブランドから出てるんですが、そういったもので合わせてもらうのも僕はバランスがいいかなと思います。細身のホワイトデニムではなくて、少しゆったりめのシルエットの方がですね、今っぽい雰囲気で着こなせるかなと思うんですが、まああくまでそれは中級者以降の方向けかなと思うので、まずはですね、おしゃれが苦手な方、初心者の方は、こういったブラック系のスラックスで引き締めてあげるのが一番バランスがいいと思うので、試していただければと思っています。そして靴ですね。これはですね、先日もご紹介したコンバースのオールスタークップですね。一番シンプルなレザースニーカーを合わせています。こんな形で足元をホワイトにすることで、だいぶ春らしさが漂うかなと思うので、ぜひですね、春の着こなしとして、このような爽やかなですね、デニムジャケットのコーディネートをですね、お試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで2つ目のコーディネートにですね、着替えてみました。どうでしょうか。こちらはですね、先ほどに比べるとさらにオーソドックスで、いろんな男性にですね、使いやすいスタイルかなというふうに思っています。デニムのワークジャケットの下にはですね、まずは丸首のニットですね。これもメンズにとっては定番的なアイテムです。
色はですね、今回ライトグレーですね。昨年購入したグリーンレベルのものを着ています。そしてさらにその下にはですね、白のバンドカラーシャツ、ユニクロのものですね。こちらをですね、重ね着の一部として使っています。襟元からですね、スタンドカラーの部分が見えたりだとか、あとは裾ですね、ここからですね、白が覗くだけで、ちょっとこうレイヤードを楽しむことができるので、まあこういった着こなし方、すごく使いやすいと思います。で、内側に着るものなんですけども、パーカーとかも合わせてみたんですが、やはりですね、デニムジャケット自体が適度にカジュアル感があるので、パーカーまでですね、カジュアルなものにしてしまうと、ちょっと大人っぽさというところが欠けるかなと思ったので、僕はトップスはですね、このようなニットがバランスがいいかなと思ってます。襟元をスッキリとさせる形で着るのもいいですし、まあ、今回のようにですね、バンドカラーシャツを重ねてもらうのもいいかなと思うので、そのあたりは好みに応じて使い分けていただければなと思っています。で、ボトムスに関しては先ほどと同じですね。まあ、ブラック系のパンツで引き締めるというところで、まあ、ここはですね、一つベースとして作っちゃっていいと思います。白系のパンツも合うんですが、まあ、本当にですね、鉄板としてはブラックのスラックスが一番相性がいいので、この二つは固定して、あとは内側に着るものを先ほどのようなストライプシャツにするのか、もしくはニットで合わせるのか、このあたりで変えるだけでもですね、だいぶバリエーションは出せるかなと思っています。そして割とですね、着こなし自体がオーソドックスなので、今回は靴はですね、ちょっとやぼったさがあるような、そしてさらにですね、トレンド感のあるようなニューバランスのスニーカーですね。最近こちらの1500を購入したので、こちらを合わせてみました。着こなし自体がプレーンなので、ちょっとトレンド感を足元で入れてみるのもいいかなと思うので、このような着こなしもぜひ一つの参考として、皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、ユニクロの春の新作のですね、こちら、デニムワークジャケットについて皆さんにですね、解説をさせていただきました。これは一言で言うと、めちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもですね、店頭でまずは試着をしていただければなと思っています。まあ、ユニクロのアイテムって定番的なものが多くて、どうしてもですね、見慣れたアイテムが多かったりして、新鮮さというところでは欠けるなと思うことも少なくないんですね。まあ、そこを埋めてくれるのがユニクロ U ですとか、様々なコラボレーションラインなんですが、そういったものもいいんですけど、今回のデニムのワークジャケット、非常に完成度が高くて、これからもですね、このラインは結構注目して見ていきたいなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介したように、結構手持ちのアイテムとも相性が良かったりするので、ぜひ皆さんもですね、クローゼットの中を見ながら、どういったものを合わせようかなというところ、僕の今回の動画をですね、一つの参考としながら考えてみていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。